これから月刊フローリスト7月号の How to do 画の撮影をします。はい、では早速アレンジをしていきます。まあこういう器ってまずこういう器ってあのフォームが入らないじゃないですか。だからまあ器の口って本当に小さいんで、ここにじゃあ全部お花を挿していけるのかっていうと、まあ数法のアレンジとかだったらできると思いますけど、しっかりしたアレンジはやっぱりできないんですね。でそういう時はこういうね、ウェディングブーケなんかで使うブーケホルダーを使っていくといいんです。ブーケホルダーをこの口にセットして、でこれの状態でお花を生けていきます。そうするとしっかりとしたお花が生けられますから、ぜひ皆さんも真似をしてみてください。では行ってみましょう。まず最初にこちらのソケをね、生けていきます。これでアスパラメリーが入りました。はい、でここでビバーナンを入れていきます。ビバーナンはもうこの根元のところにこうファンデーションワークっぽくやっていきます。次にこのテッセンをね、入れていきましょう。はい、こちらで完成です。では正面から見てみましょう。はい、こちらの作品はいかがだったでしょうか。やっぱりこうテッセンの、まあ、ミオベっていうテッセンですけど、テッセンのこう動きと、まあ、この配置、あとはこのメリーのね、こうちょっと曲がったメリーとかをどこに配置していくかとか、まあ、そういうので作品の良し悪しが変わっていきます。今日は、まあ、このこういう器に生ける方法と配置、お花をどういうふうに配置していくかというのを覚えてください。ではまた How to do 画は来月お会いしましょう。フラワー TV は1週間に毎日大体2本ぐらいアップしてますので、ぜひご覧になってください。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time!